皆さんこんにちは、こんばんは。ビワマスです。今回は、まったりエンチャント会です。ネザーでやっていけるような、強い装備、作っていきたいと思います。とはいえ、ダイヤ装備を作るにはダイヤが足りないですし、ネザーではロストも怖いです。ということで、鉄装備を作っていきたいと思います。あ、そうそう。今つけている装備にもエンチャントは一応ついているのですが、あんまり強くないです。やっぱり、モンスターさんのドロップ品では心もとないです。大体が金か革装備で、壊れやすいんです。ちなみに、今持っているエンチャントされたものは、すべてモンスターさんのドロップ品か釣りで手に入れた品か、かなどこでエンチャントボンと合成したものです。エンチャントテーブルを使ってエンチャントしたものは、まだありません。ですので、何がつくか、とってもワクワクしてます。さて、エンチャント室に向かいましょう。何のエンチャントがつくかな？防具にはダメージ軽減、ツルハシには効率強化、シャベルにも効率強化、斧にはアンデッド特攻、そして全てに耐久3、お願いします。あ、ラピスラズリ忘れてました。取ってきます。取ってきました。そうそう、ブーツは用意してないんです。革のブーツがあり余ってますので。さあ、エンチャント。ダメージ軽減。きた。他の効果は？いきます。進捗達成。わぁ。え。ちょっと。強すぎませんか。海底神殿に。でもねぇ。まだ海底神殿どころか、海も見つかってないんです。これは、しばらく大事に保管しておくことになりそうです。というか、今回欲しいのはネザー用の装備です。海底神殿は、見つけてから考えましょう。ネザーで欲しいのは、火炎耐性、それか爆発耐性、そして、どこでも使えるダメージ軽減。サンカー。チェストプレートは、サンカー。レギンスは、お、爆発耐性、これは良さそうです。いきます。まあまあ、結構使えそうです。次行きましょう。ヘルメット、耐久3。これにしましょう。いきますよ。耐久3だけ。水中呼吸。いきましょう。水中呼吸だけ。あ、ネザーだから水ないし。チェストプレート、火炎耐性。行きましょう。おお、いいねいいね。こういうのが欲しかったんです。のんびり釣り。釣りながら、ちょっと皆さんにお話ししたいことが。この前、なんかうちのワールドでバグがありまして、なんか変な終わり方をして、マイクラを再起動してみたら、インベントリが少し前の状態になってました。そして、詳しく調べてみると、なんとねえ。進捗が全部リセットされてたんです。ですから、前、真面目な献身、っていう進捗を達成したじゃないですか。あれもリセットされたわけで。まあ、序盤ですのでこの他には多分大きな影響はないと思いますが。ということで、進捗の達成はまた一からとなります。そうならないようにしっかりバックアップしなさいよ、ということなのですが、当時、私はバックアップを一切取っていませんでした。奇跡的にワールドデータが残っていたので実況は続けられていますが、残ってなかったら、
ということで、これからはバックアップをしっかり取っていこうと思います。ワールドデータ、残っててよかった。さて、エンチャントの続きです。耐久さん。え？ちょっと。5本。ねえ。この前、幸運さんのエンチャボン釣ったんだよねー。あれ、どうしたらいいの？まあいいか。トゲの鎧に、強いです。他には何がつくかな？何かなー？ダメージ軽減3、いい感じ。おお、また来ました。トゲの鎧、わあ。これはいいねー。強い。効率強化。いいねー。あ、でもこれだけか。いいねー。ダメージ軽減と耐久3。ダメージ軽減。いい感じ。効率強化。耐久付き。どんどん行きましょう。耐久3。安定の幸運。耐久3。ほらほら幸運。幸運のシャベル。何に使うの？火打ち石はもう十分あるし。効率強化だけ。でも結構良さそう。使いやすそうです。効率強化3。どうしよう。まあいいか。幸運に。そして幸運。幸運の斧。あ、でもまあ良さそうな感じ。効率強化。とりあえず、ネザーに行く準備は整いました。次回は、初ネザー。要塞。早く見つかるといいな。それじゃあ今回はこの辺で。最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。コメント欄などでアイディア、アドバイスなどくれる方、ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。次回、ネザーに行きます。